皆さん、冷たいアイスティーが入りましたよ。わー、ありがとうございます。実は練習の最後の方は喉がカラカラだったんです。水分補給はマメにした方がいいよ、ロック。ただでさえ最近暑いんだから。夏休み入ってから急に暑くなったよな。今日もバイク乗ってきたけど信号待ちがマジできつかった。ヘルメットって熱がこもりそうですもんね。パレオもウィッグを使うからわかります。さ、チチ様もお飲み物をどうぞ。今日はガムシロップ2つ入りですよ。あ、チュチュ、お前練習終わってからずっとタブレットいじってるな。DTM でしたっけ。確かデスクトップミュージック。ロックさん大正解です。曲を作ってたのはライブでアクセントになる曲があればと思って。そうなんだ。新曲はどこまでできてるの？まだラフ程度ね。人間が演奏できないテンポのフレーズも残ったままだし。人間が演奏できない？ DTM ならそういうフレーズも作成可能よ。 BPM1000 だって2000だって設定すれば再生されるわ。まあ曲になるかどうかは別の話だけど。昔からたまに見てるよ。そうなんです。実はこの番組全国ネットなんですよ。はあ、全国のお茶の間の皆様にパスパレちゃんの勇姿がお届けされるなんて。あれ、でもパスパレ誰も映ってないぞ。スタジオには来ませんね。パスパレちゃんの出番は終盤にある街歩きコーナーです。コンマ1秒でも見逃したら後悔するので早めにスタンバイしておかないと。今日もパスパレ愛が全開だね。はい、パレオのパスパレ愛は夏の日差しにも負けないくらい熱いですよ。あ、今から常夏パークの特集やるみたいだな。あ、常夏パーク？プールのテーマパークです。大きなプールとかショーがあって、ほら今映ってるのはそうですよ。アンビリーバブル。人が多くてすし詰め状態じゃない。見てるだけで疲れるわ。そうか、いいじゃねえか夏っぽくて。泳ぎたいだけなら他にいくらでも空いてるプールがあるでしょう。わざわざ混んでるところに行くなんてありえない。一体何が楽しくてあんなところに行くのかしら。そうですよね。あ、ロックどうかした？いえ、あの、実はこれチケット。あ、常夏パークの招待券じゃねえか。はあ、この前旭湯の常連さんにもらったんです。ちょうど5枚あるので夏休みの間にタスのみんなで行きたいなと思ってたんですけど。それいいな、行こうぜ。パレオも賛成です。私はパスするわ。やっぱり。そんなこと言わずにチチさんも行きましょうよ。せっかくの夏休みなんだし、ちょっとくらいみんなで遊びに行こうぜ。チチ様、夏の野外フェスに参加するときのために夏の暑さを感じておくのはいいかもしれませんよ。はあ、私だって夏が暑いことくらいは知ってるわよ。でも海外に住んでた人からすると日本の暑さは独特っていうよね。だから
効いた部屋の中にいるの。どうしても行きたくないって感じだね。当然よ、こんなところに行く人の気が知れないわ。チェチェ、もしかしてお前泳げないのか。別に泳げるとか泳げないとか関係ないでしょ。私は混んでるから嫌だって言ってるの。安心しろよ、浮き輪くらいレンタルできるって。人の話を聞きなさいよ。チューチュー様、どうしてもダメですか。そんなにプールに行きたいならあんたたちだけで行ってくればいいじゃない。そういうわけにはいきません。パレオはチュチュ様やラス全員で行きたいんです。私もチュチュさんとプールに行きたいです。うん、チュチュがいないと寂しいよ。何よみんな揃って。とにかく私は絶対に行かない。ほとんど無理やり連れてきたからでしょ。思ってた通り倒れそうなくらい暑いし、人は多いし、ほんとなんなのよ。チュチュ様、そんなことおっしゃらずに。みんなで遊んだらきっと楽しいですよ。知らない。完全にすねとる。あら、みんな遅くなってごめん。チェチェ、その水着似合ってるな。そうなんですよ。普段のお洋服より大人っぽくてスポーティーな雰囲気ですが、難なく着こなしてしまうなんて、さすがチュチュ様です。じゃ、ちょっと大げさよ。ロックとパレオの水着もいいね。フリルとリボンが可愛くてよく似合ってる。お褒めいただきありがとうございます。レイヤさんとマッスーさんもかっこよくて素敵です。ありがとうパレオ。なんかこういうのちょっと照れちゃうよね。レイはどんな水着にするかすっげー悩んでたもんな。結局一日中ショッピングモールをぐるぐるしてたし。マスキー、その話はしないでってお願いしたよね。レイヤさんのお気持ちわかります。パレオも水着を選ぶとき何度も試着しましたから。実は私もせっかくだしクールな感じもいいかもとか思ったりして、でも結局いつもの感じに落ち着いちゃいましたけど。水着とか浴衣って不思議と冒険したくなりますもんね。そういうものなの？全然わからないわ。つーか、そろそろプールに入ろうぜ。せっかく来たんだし時間がもったいないだろ。そうですね、とりあえず近いところから回りますか。流れるプールがすぐそこですよ。ロック、詳しいんだね。実は前にアコちゃんたちと一緒に来たことがあるんです。そうだったんだ。じゃあ今日は案内してもらおうかな。そこまで詳しくはないですよ。なんでもいいから早くして、私は作曲の続きがやりたいんだから。一緒に行かないんですか。お前なんでこんなとこにまでタブレット持ってきてんだよ。没収だな。うわ、返しなさいよ。私は泳がないって言ったでしょ。大丈夫です、チュチュ様。レンタルの浮き輪やボートもありますし、パレオは完璧にお守りしますから、溺れることは絶対にありません。別に泳げないから嫌がってるわけじゃないわよ。おいチェチェ、これだけは言っておく。プールに来たら死のごと言わずに泳げ。あの眼光、なんだかすごい説得力です。けど全然大したこと言ってないよ。ほら、浮き輪借りに行くぞ。ちょっと引っ張らないで。
く、なんで私が浮き輪なんてつけなきゃいけないのよ。はあ、チュチュ様と猫さん浮き輪、本当に本当に本当にラブリーです。チュチュ、お前かわいいな。マスキ、顔怖い。準備運動もしましたし、プールに入りましょうか。うん、あ、意外と冷たいね。うわ、マジだ。でもまあ、慣れればこのくらいの方が気持ちいいよな。おい、チュチュたちも来いよ。本当に入るの？そんなに不安な顔しなくても大丈夫。ほら、子供でも普通に遊べるくらいの深さだよ。チュチュ様、お水は怖くないですよ。まず少しだけ触ってみるのはいかがでしょう。分かったわよ。とりあえず触るだけ。そんな騒ぐほどか。プールだし、こんなものだよ。アンビリーバボー。でも今お水に触れましたから、あとはプールに入って浮かぶだけですよ。チュチュ様、チュチュさん、ファイトです。つーか、そんなちまちまやってたらプールに入るだけで一日終わるぞ。ほらチュチュ、手貸してやるから。余計なお世話よ。プールくらい一人で入れるわ。こうでしょ。うわっ、冷た。チュチュ様、ご無事ですか。冷たい。しかも髪まで濡れたじゃない。水に入るとき勢いがつきすぎちゃいましたね。でもこれでとりあえずみんなで遊べそうかな。とりあえずこのプールで遊んでいこうぜ。浮き輪って意外と揺れるのね。人が動くたびに波が立ちますもんね。チュチュ様の浮き輪はアレオンが支えておきますから、ひっくり返るようなことはありませんよ。ご安心ください。絶対に離すんじゃないわよ、アレオン。それでプールで遊ぶって一体何をしたらいいの？そりゃプールなんだから泳ぐだろ。こんなに混んでるのに泳げるスペースなんてないように見えるけど。確かに周りの人たちも泳いでるっていうより水の中を歩いてるって感じだね。なこと言ったって、他にプールでできることなんてあるか？アレオンはこうしてチュチュ様の隣でプカプカ浮かんでいるだけで楽しいですよ。ロックはアコちゃんたちと来た時何をして遊んだの？ボールや浮き輪で遊んだり水をかき合ったりしたのは覚えてるんですけど、特にこれっていう遊びはしてなかったような。プールって多分そんなもんだよな。あと3人でおしゃべりしたりしました。わざわざここでやらなくてもいいことばかりね。でもすごく楽しかったんですよ。アコちゃんが案内してくれたおかげかもしれませんけど。アコ、常夏パークに詳しいのか。そうなんです。プールの種類とかご飯屋さんの場所とかも知ってて頼りになりました。前にロゼリアの皆さんで来たことがあったみたいです。ここに来たの？ロゼリアが？はい、ナイトショーがテラすごかったって言ってましたよ。私も見たかったんですけど、アコちゃんたちと来た時は電気が夜まで持ちそうになくて早めに帰っちゃったんです。アコちゃん、ショーを見られなくて悔しがってました。へえ、そんなにいいショーなんだ。テレビで見た限りそんな感じはしなかったけど、そのナイトショー、何か学ぶものがあるかもしれないわね。きっとロゼリアはライブ演出の参考にするためにここに来たんでしょうね。後で演出家やプロデューサーをチェックしなきゃ。気
決めた。私もナイトショーは絶対に見るわ。本当ですか？やったー、キャー。実はバレエもすごく見たかったんです。音楽に合わせて花火が上がってプールがライトアップされるそうですよ。いいね、夜になるのが楽しみだな。よっしゃ、そんじゃナイトショーまでにプール全種類制覇しようぜ。何でそうなるのよ。案外いいかもね、いろんな種類のプールに入ればチュチュなりの楽しみ方が見つかるかもしれないし。いろんな種類って言ったってプールはプールでしょ。波が出るプールと流れるプールでは全然違いますよ、チュチュさん。とりあえずこのプールを楽しむってことで、向こう岸まで浮き輪ごとチュチュを運んでみようぜ。急に体重を乗せないで、ひっくり返ると思ったじゃない。マスキさん、もっとそーっと運ばんとバランスを崩しちゃいますよ。え、やってるだろ。今の50分の1の力でお願いします。こうか。顔に水が。マッスーさんはチュチュ様の浮き輪におさわり禁止です。なんでだよ。ちゃんと加減しないから。だからしてるってなあ。私にも浮き輪をおさせてくれよ。絶対ダメです。お前ら声まで揃えて。結構楽しかったな。はい、思ってたより距離もありましたね。いかがでしたか、チュチュ様。あ、まあつまらなくはなかったわ。素直じゃないんだから。 うるさいわね。なんだかちょっと体が重い気がするけど。ずっと水の中にいたから体が浮力に慣れたのかもしれませんね。チュチュ様は浮き輪もつけてましたし。こんな短時間で、なんだか歩きづらいわ。なあロッケン、そこにあるのって並べば普通に乗れんのか。そこにあるのって、ウォータースライダーですか。あれは高さ25メートル、最大傾斜角67度、ドコナッツパーク最大のウォータースライダー、ウェーブストリームですね。乗れると思いますけど。ちょっと正気なの。ウォータースライダーか、せっかくだから乗ってみたい気はするけど、結構怖そうだよね。前に来た時アコちゃんは何回も乗ってましたけど、私は怖くて乗れなかったの。はい。ロックって案外ビビリだよな。前にバイク乗せた時もヒーヒー言ってたし。ウォータースライダーもバイクも慣れないと怖いですよ。アコちゃんはロゼリア全員乗れたから大丈夫だって言ってましたけど。ロゼリア全員？ミナとユキナもってこと？はい、ユキナ先輩は悲鳴あげたり叫んだり全然しなかったらしいです。乗るわ。え？私もウォータースライダーに乗るって言ってるの。チュチュさん、こんなところで張り合わんでも。別に張り合ってない。あんたたちさっさと行くわよ。どこまでもお供いたします、チュチュ様。パレオさんまで。これは観念した方が良さそうだね。そんな怖がらなくてもボートに乗っちまえば一瞬だって。ほら、置いてけられないうちに行くぞ。せめて心の準備をさせてください。乗るのね。下見ない方がいいですよ、チュチュさん。余計怖くなっ
乗ってしまえば一瞬で終わってしまいますよ。振り落とされたりしないわよね。ご安心ください。いざとなったらチュチュ様のことはパレオがしっかりキャッチしますから。じゃあ私が飛んでいきそうになったらレイヤさんとマスキさんに捕まえてください。わかった、頑張ってみる。真面目かよ。お、次私たちの番だぞ。ボート一番乗りはもらった。ロック、私とマスキの間に入りなよ。ありがとうございます。チュチュ様、お手をどうぞ。段差にお気をつけください。もうどうにでもして。よっしゃ、全員乗ったな。しっかりボートに捕まっとけよ。イエーイ、出発進行。パレオ何見てんだ？トコナッツパークのマップです。
売店でいただいてきました。現在地がここなので、ずっと先にあるこのレストランを目指せばいろんなプールに入れそうですね。いいんじゃないかしら。レストランでご飯を食べたらナイトショーが始まるくらいの時間になりそうだし。ねえ、マップの端に載ってる写真ってレストランで出てくる料理みたいですね。カレーとかラーメンとか、うわー、どれも美味しそうです。常夏パーク限定のおまけがついてくる食べ物や飲み物もあるそうですよ。せっかくなので頼みたいですよね。このかき氷も限定だって言ってたじゃない。パレオは限定に弱いのね。だってせっかくテーマパークに来たんですし、食べ物や飲み物に限らずここでしかできないことをしたいじゃないですか。じゃあこのジュースはどうだ。イルカがプリントされてるコップもついてくるみたいだぞ。イルカのコップって家に持って帰っても使うかな。え、ダメですか。ダメとまでは言わないけど、うちは食器棚も小さいから置き場所に困るかも。そういえばうちもそうやった。お前ら一人暮らしだもんな。とりあえずコップはやめとくか。それでしたらサングラス付きのアイスはいかがですか。柄がちょうど5種類あるようですよ。却下。100歩譲ってこのキーホルダーね。え、チュチュ様よろしいんですか。チュチュさんはこういうものあまり欲しがらないのかと。どうした、熱でもあんのか。ちょっと休むか。別に欲しいって言ってるわけじゃないわ。消去法ならキーホルダーかもっていう話よ。でも意外だよね。チュチュ、トコナッツパークに着いた時はプールに入る気だってなかったのに。そうね、否定しないわ。結局チュチュも遊んでみたら楽しかったってことだろ。チュチュさん、そうなんですか。それは、チュチュ、認めるわよ。今日は楽しかったわ。ここに来る前は流れるプールとかウォータースライダーとかそういうものは全部無駄だと思っていたわ。それを楽しんでいる人たちの気持ちだって全然わからなかった。映像で見てもちっとも楽しそうに思えなかったんだもの。でも実際自分が体験してみないと、触れてみないとわからないことってあるのよね。今日改めてそう感じたわ。そっか。チュチュ様、パレオ感激です。なんでパレオが喜ぶのよ。実は少し強引にお誘いしてしまったかなとずっと気になっていたんです。だから父様が私たちと一緒に楽しんでくださってたんだと分かって、パレオは本当に嬉しいです。もう相変わらず大げさなんだから。でもまあ、チュチュが楽しんでるんならもう遠慮する必要はないよな。はい。あなたたち、あんなにハイペースで遊んでて遠慮しているつもりだったの。はい。残りの時間でやりたいことを全てやって帰りましょう。浮き輪だけでなくボートも借りますか。あ、お揃いのキーホルダーは絶対ゲットします。ちょっと落ち着きなさいよ。パレオさん、ペラ嬉しそう。ねえ、私もリクエストしていいかな。波の出るプール、実はずっと行ってみたかったんだ。まであと何分だ。10分くらいはあるかな。借りてきた浮き輪返してこようか。ショーが終わったらすぐ着替えないと電車が心配だし。
私も温かい飲み物が欲しいので一緒に行きます。夜になったら寒くなってきちゃって。私も行こうかな。パレオとチュチュは。チュチュ様大丈夫ですか？別に眠くない。パレオ飲み物いるか？チュチュの分も。すみませんマッスーさん、ではミルクティーを2つお願いします。うん、わかった、行ってくるな。はい、お気をつけて。チュチュ様、倒れるならパレオの方へ。今日は疲れたでしょうし、無理をせず帰りましょうか。いやよ、ナイトショーだけは絶対にみんなで見て帰るんだから。みんなでありがとうございます。なんでお礼なんか。いえ、チュチュ様と皆さんのおかげで今日が本当に本当に楽しかったので。プールでこんなにはしゃいだのはパレオ史上初でした。チュチュ様、私をパレオにしてくれてありがとうございます。何を急に改まって。日頃の感謝をお伝えしたくなったんです。感謝するなら自分にしたらどう？変わるという選択をしたのはあなた自身よ。だったらチュチュ様も変わるという選択をしたということですね。どういうこと？チュチュ様は以前なら何があっても常夏パークにはいらっしゃらなかったんじゃないかと思ったんです。それはパレオたちがどうしてもって言うから。そうでした。私はプールなんてマンションでいつも見てるし、今だってちっとも興味ないわ。でも実際に触れてみると全然違う世界が見えることもあるのね。夏なのにプールの水がこんなに冷たいなんて知らなかった。ただボートに乗って滑り降りるだけのことがすごく楽しいのも、日に当てたかき氷が光を弾いてあんなに綺麗になるのも、ここには知識として知っているだけじゃわからないものがあるんだわ。やっぱりチュチュ様も変わられたんだと思います。出会ったばかりの頃のチュチュ様なら全く違う感想をおっしゃるような気がします。そうかもしれないわね。実は今日初めて自分が作った曲を人に演奏してもらった瞬間を思い出したの。人が奏でる揺らぎのある音には色があって質感があって温度があった。私はそこで初めてラスの音に触れたのよ。自分でバイオリンを弾いていた頃は揺らぎがあることにすら気づけなかったけど。それはでも全ての経験があってこそ今のチュチュ様の音楽があるんですよね。 Of course。 そして本物のプレイヤーが奏でるサウンドは必ず人を熱狂させるわ。はい、パレオもそう思います。パレオ帰ったら一緒に作曲するわよ。え？今回はいつもと違う曲を作りたいの。揺らいで見るのも悪くないでしょ。あなたの音を私に貸して。もちろんです、チュチュ様。チュチュ様がそこまで言ってくださるのが嬉しくて。パレオはいつでもどこでもいつまでもチュチュ様のおそばでチュチュ様のお力になりますから。落ち着きなさいったら。ステイ。おい、飲み物買ってきた。って何やってんだ。チュチュ様に最大限の愛をお伝えしてるところです。あんまり暴れるとプールに落ちちゃいますよ。誰でもいいからどうにかして。二人ともそろそろ落ち着かないとナイトショー始まっちゃうよ。あ、始まったみたいだな。すごい、ライトが一斉につきましたよ。花火とライトがプールの水面に映ってる。まるでショーステージが無限に広がっているみたいね。見て、
向こうの方、噴水が上がってる。すげえスケール。マスキさん、動画撮っておきましょう。いいなそれ。レイ、その辺に私のスマホあるか？マスキのスマホ、あ、これかな。はい、後で私にもデータ送ってね。綺麗ですね、チチュ様。ええ、テレビで見た何倍も綺麗だわ。あー、常夏パークよかったよな。またナイトショーの動画を見てるの？一緒に見ようぜ。ナトコで立ってないで、こっち来て座れよ。私はいいわ。今日は立ってた方が作業がはかどる気がするし。ん？そうか？あ、この BGM が転調する瞬間とか鳥肌立ったよな。素敵でしたね。曲調もライトもロマンチックな感じになって。わかります、パレオもうっとりしてしまいました。私は前半のレーザーライトがかっこよくて好きだったな。巻き戻してみるか？あ、それならディスプレイにつないで私も見るわ。あ、いいぜ。チュチュも前半のが好きなんだな。好きかどうかで言うと前半が特にということはないわね。ショー全体はクオリティが高かったし。ただ前半部分はレーザーライトを含めラスのライブ演出に取り入れられる部分が多かったというだけよ。チュチュ、お前って結局ライブとか音楽の話になるのな。何よ、悪い？いや、すげえなと思ってる。じゃあいいじゃない。はあ、また行きたいですね、常夏パーク。チュチュ様がウォータースライダーで楽しそうにはしゃぐ姿、スペシャルキュートでした。せっかくだし常夏パーク以外のプールにも行きたくない？行きたいです。ライブの参考になるようなショーがあるところならチュチュさんもついてきてくれますよね？行かない。なんでだよ。実際に体験してみるのは大事だって言ってたじゃないですか。プールを体験できてよかったとは思ってるわ。でも好きか嫌いかはまた別ね。それに私はプールのプロデューサーじゃなくて音楽プロデューサーよ。どうせ行くならフェスとかの方が活かせる部分は多いでしょ。セロイヤ。でもまたみんなで遊びに行きたいです。プールは嫌、絶対行かない。では海ならいかがですか？もっと嫌よ、海藻とか落ちてるんでしょ。事前にパレオが全て拾っておきますから。いや、全部は無理だろ。チュチュ、あんなに楽しそうにしてたのに急にどうしたの？嫌なものは嫌なんだから仕方ないじゃない。お前なんか今日やたら背中かばってないか？もしかして？痛い！ちょっと触らないで。あ、日焼けですか？なるほど、だから今日ずっと椅子に座らず立ってたんだ。本当ですか？チチュ様、なぜ言ってくださらなかったんですか？チュチュ様の綺麗なお肌を日焼けから守れなかったなんて、パレオ一生の不覚です。こうなるから言わなかったのよ。パレオと同じ日焼け止めを使っていたから油断してました。チュチュ様はデリケートなんですから、塗り直しはパレオより多めにしなくてはいけなかったのに。お許しください、チュチュ様。今度プールか海へ行くときは日焼け対策万全にしておきますので。